山形の桜、久保桜はどうでしょうということで、車の静粛性対策としてサブウーファー使ってるんですね。クイックに衝撃を吸収してくれるので、そういうところでですね、乗っていての安定感が高いな、乗り心地いいなっていう風に感じてくるところだと思うんですよ。はい、走ってきました。だいぶ走りました。国道13号線をずっと走ってきてまして、まだ国道13号なんですけど、もう峠越え終わりまして、今走ってるのが、ここは米沢市内ですかね、多分。土地勘がなさすぎて、あ、でも米沢支店があるから米沢だはい、米沢市内を走っております。ここから久保桜はですね、まだずっとあと23キロ、だいたい30分ぐらいで着きますよっていうところなんですけれど、ちょっと一旦ここで福島市を出て、市街地を走りの峠道、峠越えを登って下って C のここまで来た燃費をご報告したいと思うんですけど、ダブルさん、はい、ここまでリッター何キロぐらいで来たと思います？上りあったから、はい、エコモードで最初走って、峠道途中からスポーツモードに切り替えて走ったりとかしてます。8それダブルさんの車じゃないんですからああ、そっか、もうちょっと高いかな。もうちょっとひたすら登ってきたらならまだしもですけど、結構下りありましたからね。ああ、そっか、はい、10.5。 なるほど、ダブルさんの車じゃないんですからね見てみましょう、こちらです。はい、めっちゃいいめっちゃいいですよ。リッター 18.3 キロ、めっちゃいいな福島市出まして、ここまで 48.8 キロ走ってまいりました。平均燃費リッター 18.3 キロですよ。めっちゃいいですね。いや、エクストレールですよ。だって軽い車じゃないし、タイヤもでっかいし、すごい燃費いい道走ってきたかって言ったらそんなことないんですけど、すごいいい。正直私もですね、こんないいんだって思いました。今日外気温16度で日差しも強くないので、エアコンはすごくエコに来てると思います。ですがスタッドレスタイヤ履いた上でこの燃費なので、ノーマルタイヤだったらもっと良かったはずです。さっきもちょっと話してた通り、乗り心地いいし、走りの性能いいし、あとスポーツモードで走って、このモードの話しませんでしたけど、結構やっぱりクイックにクッと前に出てくれる、快適な軽やかな走りを見せてくれる、そういう車なんですよ。それでいながらなおかつこの燃費ですからね。これが例えばノートとかに乗ってて18キロだったら、ああ、いや、もうちょっと燃費伸びてもよかったんだけどなとかって言うんですけど、エクストレールでこれはいいな。またですね、ここからしばらく平坦な道が続くかなと思うんですけれど、また久保桜についたら燃費のご報告もさせていただきたいと思います。この辺なんかはもう当チャンネル未踏の地ですよ。完全に全く来たことのない場所です。あと私も来たことないな、ここ走ったことない道だな多分。今日は晴れてはいないんですけれど、でも明るく、曇ってるけど明るいし、お花見にはいいのかな。花曇りっていう言葉もございます。こういう春の花の季節の薄ら曇ってるような、そういう時を花曇りって確か言うんですけど、今日は花曇りの中桜を見に行くということで。はい、あと10分ぐらいで目的地に到着する見込みです。伊佐沢の、伊佐沢の久保桜ってのは伊佐沢っていう地名なんですね。伊佐沢、桜を見るためにはるばる山形までやってきました。はるばるって言ってもそんなすごい時間かかるわけじゃないですし、高速使えば1時間半ぐらいで多分着く場所なので、福島市からで言ったらだいぶ近いは近いですね。いわき市とか行く方が大変ですね、久保桜ってどんな桜かとかってダブルさん調べてました？調べてないです。調べてないですね。私も実はちゃんと調べてなくてGoogle マップで久保桜ってさらっと見て、写真は載ってたんですけれど、とはいえちゃんと見たわけではなくて、なんかどんなところに咲いてるかとかよく分かってないんですよね実は。普通桜を見に行く、まあ桜だけじゃないんですけれど、どこかに行く時って事前にどんな場所かなっていうのを調べて、あ、ここにじゃあよし行ってみたいな、行ってみようみたいなのを、まあ、調べるじゃないですか。今回のってここに行ってみたらいいんじゃないってツイッターで教えてもらったやつを何も考えずに行くっていう、開花時期とかはある程度調べましたけれど、それだけで、あとはいいっておすすめしてもらえたからいいんだろうという安易な感覚で行くんです。まあ多分いい場所だと思うんですけれど、今看板でも国指定なんとかかんとかって書いてあったりしてたんで、きっと由緒のある場所なんだろうなとは思うわけなんですよ。でもどんな場所か分かんない、ついてみないとその周りの雰囲気とか全く知らなくて、そういうところもちょっとワクワク感がある。でしかもいろんなことを言っておすすめしてもらったというよりは、ツイッターのあの文字の中で簡単にさらっと行ってみたらどうですかと言って教えてもらった場所なので、ミステリーツアーじゃないですけれど、それに近い感覚が私の中であります。で土地勘のあるような場所だったらルート見て、ああこういうとこ走ってくのねってなんとなくそれも分かるんですけど、今回山形なのでどんなところ走るかも全然想像ついてなかったですし、米沢に抜けるルートは1回走ってるんで分かってましたけど、そこから先ですね、案外狭い道走ってくなとか、そんなのをちょっと思いながら走ってます。あ、いいな、こう走ってる中で結構ところどころに桜の木があって、いい感じの開花状況のところとそんな感じでもない開花状況の桜がありますね。雲桜はどうでしょうね、樹種は何になるんだろう。ほんともうすぐそこぐらいの感じになってきましたね。あそこになんか駐車場っぽいの見えません？あれかな、ダブルさん、そういう時はカメラ向けるんですよ。 あの辺かなみたいな。ちなみに目的地に設定してるの駐車場なんですけど、そっからすぐに到達できるのかどうかとかも全く実は知らない。でも桜風の上りが立ってるんで、あ、桜って書いてあります。もうちょっと先、ほう、これは学校だな、これ学校だなあ、その奥、桜って書いてある、ここだ。駐車場はやっぱりここでした。あ、え、それ、あ、これ本当に到着です。到着、到着。あ、でもなんか歩ってる人がいるぞ。とりあえず到着したので、はい、燃費報告をしましょう。燃費、はい。おー、すごい。福島市を出まして走行距離が 70.8 キロ、平均燃費リッター 19.5 キロです。もう20キロ近い。今日これ20キロいけるかもしれないぞ、ワンちゃん。帰りはですね、ここから高速道路をフル活用して帰っていく、あとご飯を食べなきゃいけないんですけども、まずは桜ですね、ちょっと行ってみましょう。ここは駐車場のすぐ隣の桜ですけど、あ、これまたなんか違うな、ネオダニ薄墨桜かな、これまた違う。でも綺麗、樹齢1200年。へえ。伊佐沢の久保桜。あれ？根尾谷薄墨桜、さっきそっちにもありませんでした？岐阜県根尾村の桜の苗木が寄贈されて植樹されたんだ。なるほどなるほど。あ、これか。すごっ。多分樹齢的には三春の滝桜もそのぐらいなのかなと思うんですけど。この先っぷりというか幹の感じが全然違う。結構咲いてますね。結構咲いてますね。だいたい5分咲きぐらい、もうちょっとで満開みたいに雰囲気的には。いや、あれ上も咲いてんですよね。あ、本当だ、咲いてますね。ご紹介いただきましてありがとうございます。ということで山形にあります伊佐沢の久保桜でございます。見てまいりました。どんなところか全くわからないし、後ろから少年少女たちの声がたくさん飛んでくるんですけれど、一旦ここで締めたいと思います。まあ、ただし帰りもございます。あとこの後ご飯もどこで食べるかおすすめをしていただいてますので、ちょっとそれも動画にできそうだったらやってみたいなと思ってみたり、はい、とにかく久保桜ちゃんと咲いてるところ見れてよかったなと思います。今年の桜の旅はまだ終わってない気はしますが、次の動画もお楽しみに。西さん YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでおすすめしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。